格闘技ファンの皆様ごきげんよう。本日はブレイキングダウン12オーディション模様、平本蓮結婚への反応についてです。最近逮捕者が続き、世間からの目が厳しくなってしまったブレイキングダウンですが、次回大会に向けてオーディションが開催。長らくブレイキングダウンには遠ざかっていた米尾選手も、オーディションバカ疲れたと投稿。また 11.5 で村健を KO し一躍注目を集めたカウアン岡本選手も、オーディション激しすぎたとつぶやくように、今回も乱闘が続出したのでしょうか。そんな中、ライジンにも出場するようなプロ格闘家の抱き選手が突如、ちょっとめちゃくちゃすぎるな、俺は変わらず上目指して練習するだけやから日曜日も練習するよ、でもここまでみんなに知ってもらえたことはこの大会のおかげ、ほんまに感謝、ありがとうございましたと不穏な投稿をし、続けて、いや今思ったら、なんで俺が出場かけたスパーシアなあかんねん、そもそもそんなベルト興味ないし、いかんでよかったとあからさまにブレイキングダウンを非難。最後には、別に何言われ思われようが全然大丈夫、選手大事に試合団体は続くはずがない、そら感謝もめちゃくちゃある、でもあまりにひどすぎる、人の時間平気で奪うのは許されへん、時間はお金に換えられへんからなと怒りを明らかにしていました。これには井原選手も、ダキ君これはダサいっすよ、選手大事にしてないって何を思って言ってるんですか、これは全員に値するかもしらんから分かってほしいけど、そもそも BD で得られる知名度考えたら、どんだけ雑な扱いされてもトントンだろ、全員生意気で天狗になってんじゃねえよ、ダキ君含め今こんな発言にちょっとでも賛否が出てんのは BD のおかげなんじゃないの、金の話なんて言いたくないけど、知名度ついて稼ぎ変わってないんですか、そこが全てでしょ、出なきゃ稼げなかったのを稼がせてくれたのが BD って分かってれば、それの対価に人の時間って考えたら当然じゃない、それともし BD がダキ君を大事にしてなかったとしたら、それは正解だよ、こんな形で BD を落とそうとするやつを大事にする必要がない、俺は大好きな BD に愛されてて嬉しいよ、運営さん見る目ある、でも俺含め BD ファンみんなダキさんの試合楽しみにしてますよと嫌味のあるコメント。確かにダキ選手といえば、神戸ライジン参戦にあたって、ライジンにまた出るためにブレイキングダウンに出たので、計画通りと発言していたように、ブレイキングダウンの恩恵はあったはずです。ただブレイキングダウン運営の溝口さんは、井原くんの気持ちはとても嬉しい、ありがとうね、一方で抱き選手に対する我々の対応について現場に確認したところ、抱き選手が不快に感じたり誤解するのも無理はない、我々に落ち度のある行動だったと認識しました、抱き選手には直接ご連絡させていただきましたが、この場で改めてお詫びいたします、ですので皆様も抱き選手に対しての誹謗中傷はお控えいただけたら幸甚です。なお抱き選手からはすでにとても温かいお言葉を頂戴しておりますが、彼の気持ちに甘えないようチームで今一度話し合い、今後に生かしていきますと投稿し、火消しをしていました。抱き選手も、残り少ない格闘技人生、時間というものにシビアになっていたとはいえ、不適切な投稿をしてしまい不快に思われた方々、 BD ファンの方々、誠に申し訳ございませんでしたと、やはり知名度よりもプロとしてプロの舞台で戦うと宣言。またここまで皆様に知っていただけたのもブレイキングダウン様のおかげです、本当に感謝しかないです、自分は BD から離れますと感謝をするものの、ブレイキングダウン引退となるようです。抱き選手といえば、神戸ライジンにて KO 負け後には、ブレイキングダウンにばっかり出ていたから負けてしまったと悔しさあふれるコメントをしていましたが、せっかくライジンファイターが参戦していただけに残念です。次に平本蓮選手結婚についてです。朝倉未来選手と戦う予定の平本蓮選手ですが、突如本日4月2日正式に入籍しました。去年初めて自分がうつ病みたいな感じになり、何もかも全て投げ捨てて、現実に嫌気がさして、去年はもう試合できないほど腐ってた時に俺を心から勇気づけて奮い立たせてくれて、大晦日リングに戻ってくることができた。こんな人に出会ったことない。のろけてばっかで興味ない人ばっかだと思うけど、この人のために頑張りたいと思えるし、この人のおかげで試合もできる、家族として支えてもらいたいし、家族のために一人の男として頑張りたいなって思います。嫁のおかげで俺が試合ができる、だからお前ら俺の嫁に今日から感謝しろ、嫁のおかげで俺の試合が見れるんだからな、今日から感謝するようにと結婚の報告。これにはかつて戦った梅野選手からも、心からおめでとう、いつまでも二人で支え合って幸せな家庭を築いてね、二人が出会えた奇跡に乾杯と優しさあふれる投稿。元 K1 の朝久選手からも、蓮くんおめでとう、末永くお幸せにと投稿の後に、今日はトゥルーエイプリルっていう真実しか言っちゃいけない日だから、ずっと幸せでいられると思う、本当におめでとう、俺も蓮くんも必ずチャンピオンになるからね、これも真実と
互いに戦うリングは違えどトップになろうと投稿。また安保選手は仲間トテルさんらとの写真を投稿するだけで、平本蓮選手結婚への反応は X では直後していませんが、そのためか平本蓮選手も心細いなと一言ツッコミを入れており、またファンからもまずは結婚のお祝いしてあげてください直接されているのかもですがという投稿があると、すでにインスタの方で平本蓮選手にお祝いの声を残しているようで、そんなもん友達やから当たり前に機能してるで、俺別にどっち派とかないから笑と投稿。確かに直前に3年前 YouTube 始めたての俺とコラボしてくれて、喧嘩自慢も真似させてもらって俺はバズった。だけどその後俺はみくるさんを超えようと対抗した結果、すごい溝が生まれた。俺の中でそうなる理由もあったし、面と向かって言いたいこともあったけど、当時の俺は度胸がなくて言えんかった。悔しくて試合で倒したいと思ったこともあったり、興味なくなった発言で炎上もした。そして今日は面と向かって気持ちぶつけに行った。全部伝えたら分かってくれて、モヤモヤがなくなってすっきりした。こんな生意気な俺と向き合ってくれてありがとうございました。みっくん、これからは俺のことも可愛がってね。と朝倉未来選手への仲がより近くなったと思うファンも多かったためでしょうか。そんな朝倉未来選手からも、おめでとう。仕方ないからお前負けた後、リングの上でマイク貸してやるよ。と優しい声かけがあると、平本蓮選手は、ありがとう。仕方ないか俺が勝った後、リング上で俺たちに君がいればを、熱唱することを許可する。といつもと違ってきつい言い方で言い返すことはせず、少し仲のいい友人同士のような優しい世界が展開されていました。ただ平本蓮選手のマネージャーである平田さんが、おめでとう、来週からアイルランドですねと投稿しているように、平本蓮選手は朝倉未来選手に勝利をするためにマクレガーの下で修行を積むようです。 YouTube でも未来戦は右で行きます、公言していいです、 KO しますと話しているように、試合に向けてこれからどんどん白熱していくと思います。朝倉未来選手もタイで修行、謎に溝口選手からタイ修行1日3ブレンは当たり前、応援サポートしていただいている皆様のおかげで全力で格闘技に打ち込めて、こんないい環境で練習できて幸せです。僕が異常にクラスに参加しているからなのか、他の選手からこんな言葉いただきました。君はこの前来ていた朝倉未来の何倍も練習してすごい真面目な日本人だねと、僕はまっすぐな信念を持ってるから、どこへ行っても胸張って大和魂と言えますと告発を受けていましたが、おそらくちゃんと練習はしており、冗談で言った発言かと思います。以上、今回は平本蓮選手がご結婚された件をまとめてみました。ぜひ今回取り上げた選手の発言に対しての皆様の感想もコメント欄で教えてください。次の動画ではブレイキングダウン12についてお伝えする予定ですので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。以上、今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。別の動画でもお会いできるのを楽しみにしております。